はい、わたげちゃんこんにちは、みさなさんこんにちはって。はい、ということでね、今日も撮っていきたいんですけども、うちの家にはね、2匹いるということで、まあ今までトイレがね、1つしかなかったわけですよ。で、まあ猫に詳しいリスナーさんもね、もう1つトイレ増やしてあげた方がいいんじゃないということでね、アドバイスいただいてたんですけど、今回その2台目トイレですね、新しく買ったわけですけど、それがね、めちゃくちゃでかいトイレということでね、これって多分世界一でかいんじゃないかということで、多頭飼い用のトイレということで紹介していきたいと思います。それがこちら、バーン、デオトイレ、イエーイ。夏美ちゃんもテンション上がってますけど、めちゃくちゃでかくないですかこれ。普通のトイレの2倍あるということでね、2匹ともちょっと体がでかいんでね、2倍あった方が安心してトイレができるということで買ってきました。で、僕はね、このデオトイレシリーズ、砂もペットシートもトイレも、まあ、今回もね、このデオトイレ商品を購入しました。ってことでね、早速開けていきたいと思います。夏美ちゃんちょっと開けるから、つみちゃん、つみちゃん開けていい？つみちゃん、つみちゃん、ちょっと開けるよ、つみちゃん。すごいよこれ、よいしょ、うわでかー、すごいね。お、ちゃんとペットシートもついています、ありがとうございますね。こういうとこはやっぱデオトイレさんの気遣いというかね、最高ですね。そしてこれが土台です。うわ重っ、すごいねこれ、すごいよこれ。トイレの砂もついてるね、ちょっと和田井くんにそっくりなんですけど。ってことでね、これね、もうね、デオトイレシリーズなんでパーツは一緒なわけです。ほぼ使いやすいですね。この囲いがあるとね、すみれちゃんは女の子なんでね、プライベートも確保できるということで、誰にも覗かれないでね、ゆっくり用を足せますね。じゃあこの砂入れていきます。すごいすごいすごい、はい、このおしっこシートを敷いてあげます。はい、こんな感じですね。じゃあこれを入れてあげます。はい、ということで早速つみちゃんが様子見よっておることでね、トイレがどんなもんかっていうのをね、下見してますけど、もう余裕でしょ、つみちゃんが入ってもね。これ2匹入っても全然余裕なんじゃないかな。まあ、これからね、猫ちゃんが増えるんで、これでかいトイレあった方がね、安心ですよね。渡井くんも、はい、よーし、ほらすごいね。あー、仲良くちょっとやってますね。トイレ確認してますね。気にしてくれたかな。おーすごい、出口ここだからね、つみちゃん。そう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 、入り口からちゃんと入って。あ、もうまた気に邪魔されてます。はい、ということでこの世界一でかいトイレ、多分ねこれでね、安心して猫ちゃんたちトイレしてもらえると思いますんでね、これからこれを使っていきたいと思います。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画で待ちましょう。3、2、1。ありがとうございます。ちょっと俺も入れるのか、やってみたいと思います。マー君の入れるかシリーズ、いきます。あ、やばい、壊れる。壊れる。マジやばい、これは。